まあ、お客さんにアピールしたいとか、とにかく KO するにしても、まあ、判定決着になるにしても、とにかく圧倒的なサービスで見せつけたいなと思ってます。本当に強くないですよ。試合終わった後に言う言葉も僕予想できますから、KO されなかったら生き残った、KO されたら、まあ、強かったです。でもなんかこれは当たったからまだ次につながるかなみたいな、全部想像できますからね。彼がやれることを多分相手をイライラさせる終わりですよ。それはもう本当に格闘技分かってる人みんな比べてないと思うんですけど、だから本当に目の前にその連れてきてもらいたいですよね。その安い人10年を戦ったら安い勝ちますっていう人は論破できますね。舐めてないかで言ったら舐めてます。弱い。